伸び悩む人の逆転合格ならファストアップ逆転塾。できない人に特化した独自メソッドにより、これまで伸びなかった人でも大きく学力を伸ばすことが可能です。詳しくは概要欄から。ファストアップ逆転塾リポーターのしおんです。本日は以前出演していただいた大津くんから、受験勉強で成績が伸び悩んでいる方へメッセージをいただきました。今受験勉強をしていて、なかなか思うように成績が上がらないという方は、ぜひ最後まで視聴してみてください。それでは行きましょう。逆転合格ならファストアップ。東京大学大学院昆虫遺伝研究室の大津隆です。やはり本日は伸び悩んでいる方にメッセージということで、自分の思っていることを少しお話しいたします。そうですね、自分もやはり今ちょうど伸び悩んでいるっていう時期でやっぱり博士課程というところにいるんですけれども、日々自分の研究でどうしたらいいかとか、どこの問題が分かっているか、また自分がどこの問題が分かってないかとか、本当にやっぱり難しい時期っていうのは人生であると思います。こういうことは何度もあると思います。ただ自分がもしも高校の時代に戻ったら、中学の時代に戻ったら、皆様にお話したいということで、もしかしたら直接こういうこと自体は救いにならないかもしれないんですけれども、ただ本当に自分の知っているところの世界っていうのは受験は広かったと思います。例えば何も知らなかった自分が突然なんだか今考古学でカラコカギ遺跡があるとか、ちょうど今も富雄丸山古墳で新しいのが出てきて、こういう鏡があるよとか、そういったこととかも出てきたりとか、そうですね、逆に AI とかでも自分はそういった最先端のことは多分できないだろうと思っていたのが、意外とここでこういうところに興味が出てきたりとか、本当に新しい世界に広まっていきます。多分今は皆様受験というテーマにまず一つのところ星を目指しているかもしれないですけれども、やっぱりそこにいろんなルートがあったりとか、ドライブスルーがあったりとか、そういう感じで気がつけば本当に不思議な出会いがあると思います。どうしても自分の中の戦いということ、受験は自分の中の戦いでんだと思うんですけれども、本当にいろんなところを探してみてください。本当に受験というテーマで普段行かないようなところの特別な先生のセミナーがあるよということで行ってみたりとか普段買わないような専門書に行ってみたりとか、本当にいろんな道があるはずです。本当にそういった出会いを積極的に求めて、そういったことを大切にしてください。受験の勉強に関しても意外なところで不思議と出てくるんですよね。意外なところで、本当に今受験で頑張っていたことというのは、受験が人生で決まるというわけではなくても、それでも今の伸び悩んでいることを含めて、意外とそれが良かったことか悪かったことが含めても、本当に人生の形作るので、本当に今という時期を大切にしてください。中高で友達ができないとか、先生が怖いとか、いろいろあると思うんですけれども、伸びるために過ごしやすい環境を探してみるというか、変な言い方ですけれども、今を生き抜いてください。自分も伸び悩んでいる自分からのメッセージは以上です。ありがとうございます。逆転合格ならファストアップ。大津くんからのメッセージいかがでしたか？メッセージの中で成績が伸び悩んでいる方は、伸びるための環境を探してみたらいいとおっしゃっていましたね。今伸び悩んでいる方は、人それぞれの特有の原因があるかと思います。その原因さえ見極めて改善すれば、驚くほど成績が伸びます。ファストアップ逆転塾では、伸び悩みの原因を徹底的に分析し、あなたの成績を大きく伸ばします。伸び悩んでいる受験生は、概要欄から公式 LINE を登録して無料カウンセリングしてみてください。プロ講師が24時間以内に返信するので、伸びない原因を知りたい人はぜひお問い合わせしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。逆転合格ならファストアップ。